どうもベタです。パーソナリティいきたいと思います。はい、本日はアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。そしてね、今日はハロウィンのシルフ新登場ということで、別バージョンのシルフがやってまいりました。まあ、こちらのね、金徳が変わりました。エースの風格占領役さん、まあこういう形の金徳になったことによって、もうセンターフォワードウィングでしか使えない金徳となってしまいますね。なので、まあモンスター高校でシルフ使う際は本当に前線っていう形になってしまいました。まあミッドフィルダーとかはね、本当にもうアスレディス高校の方が強いかもしれないので、まあ本当にフォワード専用の高校になったのかなという形でございます。で、2金徳目は占領役者、これは変わっておりませんね。で、これでデートでくれんのかな、多分エピローグでくれんだろうなと思ってます。はい、で、ハロウィンのシルフをデッキにセットすると、ハロウィンの時期に特殊なモンスターが、召喚可能ということで、これがね、どうなるのか、ちょっとね、また、動画は作らせていただこうかなと思っておりますので、お待ちください。はい。で、シルフのガチャが来ておりますよね。ハロウィンのシルフ、新登場ガチャ。まあ、ハロウィンのシルフ、キミラ、月吉、星宮。なんでキミラがここに入ったっていう感じの編成なんですけども、月吉難民の方も結構最近多いかなと思ってますんで、まあまあこのガチャは結構強いのかなと思ってます。これはね、2回目4回目で SRPSR50% でもこれがね、ピックアップが確定じゃないんですよ。それがちょっと残念ですね。で、3回目5回目で SR 以上確定で、6回目で選択チケットかな。ありがたいですね。で、PSR 確定は今回なしという形でございます。まあ60連引いたら欲しいキャラ1体は確定でもらえますよという形ですね。まあ自分的にはまあ欲しいとすれば、まあシルフ、そして星宮、まあこの辺りが欲しいです。引くとすれば、それがね、ピックアップで SR でもね、当たってくれると嬉しいかなと思いますんで、ぜひ当たってください。キメラは当たらないでください、お願いします。で、このもう1個ね、ガチャが来てるんですけども、これを見る前に見ないといけないものが1つございます。超特殊能力ランクアップ機能を追加ということで、これね、パワープロの二次特、まあこちらに似た能力なのかなと思ったんですが、違いました。まあ二次特の場合は同じ金徳を2回取得しないといけないんですけども、これは違います。芝刈り機と今回守護神だけなんですけども、芝刈り機をつけた場合、センターバック、そしてサイドバック、まあそちらで作戦の時に強化ができる。その芝刈り機の金徳をさらに強化することができるので、かなり強いです。まあ、星3まですることができ、まあね、かなりの、あれは基礎値なんです、すみません、ポイントは必要です。敏捷ポイントはかなり必要なんで、ちょっとしんどいかもしれませんが、これはパワープロの二次特とは違って、まあ、デッキが変わってくるというわけではなく、芝刈り機のキャラを入れるといいかなという形になりました。超特殊能力をランクアップに消費する経験点には、既存のコツレベルおよびセンス丸の、割引率は適用されないので、まあこの辺はね、ちょっとしんどくなるのかなという形でございます。で、ランクアップした超特殊能力は選手能力に寄与する値が上昇するほか、さらにプラスまでランクアップさせることで、調子が絶不調でも効果が発動する超特殊能力もあります。だから芝刈り機はね、まあスライディングで強くなるんですけども、これが絶不調でも、発動するということは結構強くなりますので、まあプラスまで上げたいかなと。でもプラスまで上げたいんですけども、それをプラスまで上げるときに、じゃあ星3まで上げるときに、臨床が630ぐらいいるんですよ。で、技術が135で、精神90で、筋力45とかなり必要になりました。まあちょっとさっき走ってみたんですけど、そんなぐらい必要だったので、いやちょっとしんどいなと。でも、まあさらなる、査定とか伸びていくはずなんですよ。かなりディフェンスでね、すごい査定値を伸びてました。で、これをね、サブポジつけてボランチとかつけたとしても、査定値は変わりませんでした。なので査定値ゼロです。まあ、サイドバック、センターバックのみのものになると思うので、まあ、しっかりと芝刈り機はつけたい。なので、まあ、先陣谷高校の野々原くんがクソ強くなった。まあ、先陣谷高校のスピード枠は野々原一択になったのかもしれません。やる気 160% だしね。かなり強い。人権世代になりました。これね、本当に。まあ、過去キャラが、まあ、復活というか、まあ、強くなるというのはありがたいんですけど、もうちょっと違うキャラも復活、強くしてほしいですね。で、守護神も同じような形です。守護神はまだ試しはないんですけども、ポイント的にも多分必要、かなり必要だと思う。精神がかなり必要だと思うので、まあまあまあ、ちょっとしんどいかなと。でも、高校金徳なんですよね、守護神って。先陣谷高校では高校金徳であるため、すごい楽だと思います。まあ、守護神取るのは結構楽になりますので、いいかなという形ですね。
まあ、この2つしかないよと、今10月9日まではここの2つしかないよという形でございます。はい、それによって新ガチャが来てると。超特殊能力ランクアップガチャ、まあこれはねどうなんだろうなと思ってます。東、統合で小森で律と、まあ統合と律が芝刈り機、律は、選択制かな、金徳1個なんですけども選択制でインターセプターかなんか取れたはずです。で西宮東小森が守護神と、でも守護神はね現状まあ航空金徳でいいのかなという段階でございます。このガチャは2回目ピックアップの SR 以上確定、4回目がピックアップの PSR 確定で、3回目に SR チケット確定という形でございます。ここにねできれば野々原くん入れてほしかった。やっぱ野々原難民の人いると思う。今までね結構ミキサーかけてきた人が多いと思うんですけども、そういう人たちのために野々原を入れてあげてもいいのかなと思います。はい、なので自分的には、まあ、このガチャは引きません。はい、ちなみにねこのなんだっけ、芝刈り機の査定値なんですけども確か44とか伸びたはずなんで、まあぜひ、使ってみてください。むちゃくちゃ強いです。最大まで上げると4ランクぐらい上がるようになりますので強いです。はい、で、新しいバッジ、新しいバッジとか既存ね、もともと課金バッジであったロリポップ、ロリポップが、まあ、レアバッジとしてバッジに並びますので、まあ、皆さんぜひゲットしてみてください。ロリポップは結構使えるんでね、ゲットしてみてもいいと思います。あとはログインボーナスが来ました。でシルフがお試しできていますよっていうのと、あと新イビキャルね使って、またいつも通り最近あるやつですね。いい感じだと思います。はい、そして2個イベントが来ております。まずはスクラッチスタジアム、こちらの方はスタジアムで試合をしてスクラッチ補助券を手に入れよう、まあ、開催期間としましては、10月9日から10月16日金曜日、まあ、1週間ですね、1週間の間となっております。まあ、補助券を手に入れて、こいつらを倒していこうという形ですね。はい、まあ PR の大丈夫博士像もらえるからありがたいよね。あとは容姿とか、変えれるんで、まあありがたいですよねという形でございます。これはどうなんだろうな、確かこのトップ画面のところにあったこっちですよね、これでこいつらで戦っていくという形です。なんかこいつらを戦わないのか、スクラッチするだけか、スクラッチするだけでね、スクラッチ券集めてしっかりとスタジアムこなして、スクラッチ券集めて回していきましょうと。まあ20回なんで合計60回ですね、60回しかできないのか、多分これはね1週間で終わるのかなと思ったりもしております。はい、そしてもう1個イベント来てます。ハロウィンパーティーディアンス、こちらの方は、ハロウィンポイントを貯めて100ポイント集めてプレゼントをゲットと。これがポイントの貯め方がこんな感じ、サクセスで育成完了すると50で、まあ、日付によってね、上限があります。なので、まあ、1日で一気にやるのはちょっとしんどいかもしれないんで、まあね、ちょいちょいやっとこうと。ログインとかでもあるんでね、これはポイント貯めましょうと。でハロウィングッズ合計多分1000ポイントで10個集まると思うんですよ。それが集まれば、SR チケット選択権、ね、もらえますので、皆さんこれはぜひゲットしましょう。まあ今では使えないキャラから使えるキャラも、入っておりますので、ゲットしておきましょうという形でございます。はい、まあ今回のイベントとしましてはこんなもんかな。まあ今回ででかいのはやっぱりハロウィンのシルフの実装ね、シルフがどれだけ強くなってるか、まあそれをね、動画にさせていただきます。そして、まあ、超特殊能力のランクアップ。まあ、これからね、多分こういうのが増えてくると思う。まあ、こういう やり方なら多分、どのね、ポジションでも必要な達人キーブとかはちょっと難しいかもしれませんが、まあ、精密機械とか、まあ、パス系ならミッドフィルダーとかになるんで、まあ、マジックパスとか、まあ、その辺でプラスがついていって、まあ、各ポジションで強くなると。査定がどんどん上がっていくのかなと思われます。はい。まあ、ぜひね、これは今後も、多分、まあ、パワープロみたいな形でいくと、今後も随時、まあ、何ヶ月かに1回ぐらい、更新されていって、新しい金徳がもらえるようになると思われます。まあ、芝刈り機のように、認証だけが非常に必要ってなると、ちょっとしんどいかもしれません。しんどいかもしれませんが、それはね、先人谷高校の野々原くんのスピードタックを踏みまくれば、もう解消できるという問題となっております。あとはディフェンスのね、でかいタック。まあ、認証ボナもありますんで、まあ、それを、取っていけば問題ないと思われます。あ、もう本当に野々原が人権になる時代がやってまいりました。野々原くん使ってね、皆さんやりましょう。スピード枠はもうハヤテとかハーピーとかではなく野々原一択になると思われます。はい、先人谷高校では野々原を使ってやってみてください。
はい、まあ本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。